アンドレイ・タルコフスキーの映画、ノスタルジアは、廃墟や水、雨、火、犬などの要素が印象的なんだ。これらの要素は、惑星、ソラリスでも見られるし、タルコフスキーにとって、重要な意味を持っているんだよ。タルコフスキーの映像は、静謐な時間を保ちながら、ゆっくりと展開していて、まるで死を感じるような映像だから、それを味わうことが大切なんだ。ただ、スピード感に慣れている人にとっては、少し辛いかもしれないね。もしかしたら、深い試作をすることを忘れてしまっているんじゃないかな。この映画は、イタリアとの合作なんだ。タルコフスキー自身が、祖国ロシアでの制作活動が難しくなって、亡命を選んだから、イタリアが、舞台になったんだと言われている。そのため、ノスタルジアには、家族の分断が映し出されているんだって。映画の後半では、水浸しの廃墟のような教会で、アンドレイという少年が幻影として登場するんだ。この少年は、実は、タルコフスキーの息子の名前なんだけど、息子は、旧ソ連からの出国が認められなかったんだと言われているんだ。その引き裂かれた気持ちが、映像に現れているんだよ。タルコフスキー自身も亡命し、最後は、異国で生涯を終えた葛藤が、映像に込められているんだと言えるんだ。主人公の詩人は常に憂鬱な状態にあるんだ。彼のパートナーである、イタリア女性の振る舞いが映画では、明るさを出しているけど、全体としてはメランコリックな雰囲気に包まれて、いるんだよね。やがて男性の鬱な状態に嫌気がさし、女性は離れていってしまうんだ。タルコフスキーは映画の中で女性をどう捉えているんだろうね。教会で聖母マリアに祈りを捧げる場面では、聖母のお腹から鳥の群れが飛び立つ映像があるんだ。一方、惑星、ソラリスでは、女性は記憶の中で構成された存在だったよね。この、ノスタルジアでは、鬱状態の男性から、女性は去っていくんだ。タルコフスキーは、私と女性という他者を理解しがたい存在として、捉えているのかもしれないね。生命を生む女性は、一方で、鬱や苦しみを抱える私を理解しようとしないのかも、しれない。タルコフスキーは二面性を感じているのかもしれないね。映画の中では、神父のような男性が神に祈る姿が、描かれているけど、女性が祈ろうとしてもできないと、表現されているんだよ。映画では、終末論を信じて、家族を巻き込んで引きこもっていた男性も登場するんだ。彼の家は、廃墟と化し、雨漏りがひどく、水が支配する世界になっているんだ。男性の壁には、1プラス1イコール1という謎めいた数式が書かれているんだ。そして彼は、ローマで演説し、大衆の前で、焼身自殺してしまうんだ。絶望感に満ちた映画とも言えるね。ラストの場面では、故郷の家に、犬と一緒にいる映像が映し出されるんだ。だんだんと引いていくと、それは古びた廃墟と化した、大聖堂の中にあり、雪が降り積もっているんだ。これは、すごい映像表現で、まさに映像表現の極みだと思うよ。タルコフスキーは詩人なんだなと改めて感じるしかないね。望郷の念が離れずに魂が彷徨っているんだよ。